慰安婦の言いなりになる韓国政府、末期症状。韓ギョンファ外交部長官は7日、ソウル市内の病院に入院中の慰安婦被害者。キム、ボクドンさん、92歳、似合うため出向いた。キムさんがお金、10億円、を政府が予算で合わせて日本に送り返さなければいけない。お金を日本に送ってこそ、 大きな声で日本は韓国人慰安婦を踏みにじってきたと言えると切り出されると、官庁官は悩んでいると言いながら、日本政府が拠出した10億円に関連し、お金の問題はおばあさんたちが納得できるようにうまく処理すると答えた。官庁官は政府にはそのようなお金があるとも話した。キムさんはなぜ、若い知癒、財団をなくさないのかとし、 財団の職員を座らせておいて月給を出すから。お金がなくなっていくとも指摘した。すると官庁官はそのお金で月給を出すというのは話にならないと考えると答えたりもした。この経緯が事実であれば、聖画大はもはや一国を代表する政府ではない。特定団体の言い分に、うこさ弁する以外にすべがない無能力者そのものだ。 これに先立ちムン大統領は4日、慰安婦被害者を聖画大、大統領府、に招待して開いた懇談会で、日韓合意について政府がおばあさんたち、慰安婦被害者、の意見をお聞かず、一方的に進めた内容と手続きは共に誤り、合意で慰安婦問題が解決されたとは受け止めていないなどと述べ、慰安婦被害者に謝罪していた。 韓国政府は12.28慰安婦合意タスクフォース分析結果を発表し、被害者中心主義を優先にした政府の後続措置を予告した。安倍首相は日韓慰安婦合意の問題点を指摘する韓国の反応に関連し、合意は国と国との約束だ。韓国側には誠意を持って実行してもらいたいと述べた。 菅義偉官房長官もテレビ番組や公式記者会見などで合意は1ミリたりとも動かさないと繰り返してきた。8日には韓国外交部のキム、ヨンギル東北アジア局長と日本外務省の金杉健二アジア太陽州局長が、ソウルで慰安婦合意問題を含む韓日局長級協議を行う。 外交部は両国間の懸案を含む相互間信事について意見交換をする予定と伝えた。日韓合意を白紙に戻すと両国関係がどういう展開になるか、韓国政府も理解の上でやっていることなのだ。日本の立場は韓国政府内で解決しないといけない課題であり、これを日本側に持ち込むのは筋違いというだけのことだ。はじめに戻るが、 韓国人慰安婦たちが金を返し、慰安婦問題を最初からやり直せと要求することは、ありえないことなのだとわかることは決してないだろう。